長くて4時。4時マジ ?50 人くらいとに小学生入るのやっぱまずいな。教育上観点から相当まずいな。チャンネル登録よろしく。はい、どうも、ジャガギンです。今回は52月参加勢の小学生部門ラーメン食いに来てみました。よろしくお願いします。うん、なんだそのあばは。というわけでね、今回はラーメン君と一緒にエイペックしながら雑談していきたいと思います。思います。まあ、思いますってか、もうなんか動画関係なしに配信外でもだいぶラーメン君とはゲームやってるよな最近は。そうですね、配信外でももうちょこちょこエイペックスランク回して、俺がもうちょっとでゴールドで、でラーメン君がシルバー帯でってずっとやってるしね。配信でもだいぶゲームやってるんですけど、まあ今動画撮影が9月2日なんですけど、8月の後半に急にラーメン君がちょっと連絡が取れなくなって、まあ LINE は交換してるから LINE では連絡取れるけど、パソコンの方では連絡が全く取れなくなって、でどうしたんだって聞いたら、ラーメン君がどうやらパソコンを取り上げられてたと。その8月後半に、はい、本当ですかそれは。本当です。え、ちなみに誰にパソコン取り上げられてたの？ああ、お父さん。パパにパソコン取り上げられてたんだ。ちなみに、え、お父さんとお母さんいるでしょ。え、お母さんはどんな人？優しい？お母さんね、うん、雲みたいな体型。参加勢の雲くんみたいな体型なんだ。うん、それってあんまり言っちゃよくないことなんじゃないの、もしかして。あ、大丈夫、これモザイクとか入れなくても大丈夫、動画的に大丈夫。あ、大丈夫。俺は知らないからね。またその関係で、前はお父さんにパソコン取り上げられたかもしれないけど、お母さんにパソコン取り上げられても俺知らないよ。大丈夫？大丈夫、耐えれるから。耐えれる。我慢できる。まあまあ、それは頑張ってもらって。え、お父さんはどんな人なの？お父さん真面目ですね。あ、真面目なんだ。結構勉強とかもしっかりやれっていうタイプ？それは言わない。あ、言わないんだ。けど物事のルールには厳しいタイプなんだ、多分取り上げるってことは。うん。あー、まあ結構よっぽどなことをやったのか、まあどうかわかんないな。だけど理由を聞かないと。え、実際に、え、どうなの、どういう理由でラーメンかさ、パソコンどれぐらいの期間そもそも取り上げられてたの？何週間ぐらい。まあ何週間、まあ2週間ぐらいか。言っても8月の後半ぐらいから急に連絡取れなくなったから、その間50人カットも来てないもん、ね、悲しかったよ。早寝早起きできてあー、ある意味健康生活できてよかった。あー、うん、マジか。まあまあ、それは確かに大事かもな。え、ちなみに本じゃさ、どういう理由でさ、パソコン取り上げられてたの？夜中に、うん、エアガン撃った。エアガン？あー、夜中、家で、外。家の中でエアガン撃ったの？うん。誰に向かって、何に向かって？リビングで、段ボールに向かって。あー、そういうことか。まあ、お父さんだって仕事頑張ってきてさ、家帰ったらエアガンの弾ピューンとか飛んできたら、そりゃ切れるわな。あー、なるほど。そう、それはラーメン君が悪いっていうのは分かってる？あ、分かってる。あ、それは分かってる。さすがに俺悪くないとか言い始めたら、ちょっともう一回取り上げられた方がいいかなと思ったけど。え、お父さんなんて言って怒ったの？次言ったらないって言ったらなななって言ってた。もうブチ切れみたいな。お前やめろ、言ったよな、前もやったよなみたいな。前もやってやったよな、ゲームやりすぎだ、このなめくさっとるわ言って、パソコン取り上げられたんだ。早かったよ、パソコン取り上げるまで。うん。え、ラーメン君泣いちゃった？泣いたよ。めっちゃ泣いた。うん、パソコンが泣いた。あーえーって、ちょっと可愛いな、それは。とかラーメン君ってあれだもんね、一人っ子だもんね。弟とかもいないし、遊び相手がもうあれだもんな、ゲームって感じだもんな。うん。え、他のゲーム機とかも取り上げられたの？ちなみに。いや、パソコンだけ。あ、パソコンだけなんだ。お父さんが忘れてた。あ、任天堂スイッチとかは忘れてて、閉めた閉めた、これはできるわって思ってた。うん。おい、そういうの。あ、まあ、だけど俺もそういう感情あったけどな。懐かしいな。俺もちっちゃい頃ゲーム結構やってて、ポケモンのカセット取り上げられたけど、あ、スマブラ取り上げられなくて、お、忘れとるやんみたいな。でもそもそもゲーム機取り上げてんからちょろいやんと思ってたことあるけど、そういう時ちょっと頭良くなるよな。めっちゃ頭いい。めっちゃ頭良くなった。え、お母さんはそのパソコン取り上げるって言った時、やっぱしょうがないってなった？それともかわいそうっていう反応やった？何も言わん。あ、やっぱ、まあそれはもうお父さんの判断やからって。待って、お母さん来た。お母さん来た。お母さんちょっと今動画撮影中だけど。チャンネル登録よろしく。なんでお母さん来たの？ご飯食べないのって。ああ、もうご飯の時間なんだ。早いね、6時だよまだ。うん、早いんだ。ラーメンくんって普段ご飯この時間で食べてるの？夜ご飯この時間です。寝る時間は？ちなみに寝る時間なかったら5時にかとか。うん、うん、11。あー、まあ、けまあ、そっか、52カットないとき、行ってないときは11時だったんだ。あるときは？あるとき、長くて4時。4時？マジ？
マジ。あーやっぱ50人くらいとに小学生入るのやっぱまずいな教育上観点から相当まずいな。大丈夫っすやん、仕事じゃないし、まあ、趣味でやってることだからあれだけど。えラーメン君ってちなみに今身長とか何センチなの？身長146？ あ違う、150だ。マジ？結構あじゃあ小6で150だったら高い方じゃないの？高い方どう？えそのせ何番目ぐらい、そのなんかあるんだ、背の順、背の順前から4番目。前から4番目か。まあそれでもか、俺万年前から1番目だったから、うん、まあだけど中学生とかで身長伸びるからな、なんとかなるな、うん、じゃちょっと話戻るけどさ、ラーメン君はそのパソコン取り上げられてる間何してたの？その50人カット来れなかった時期。普通に寝る前に YouTube 見てた。あ YouTube 見てたんだ。まあ、くんさんとかどういう YouTuber 見てたの？ゆっくり解説とか。あゆっくり解説とか見るんだ、うん、ゆっくり解説って今も結構あれなんだ、現存っていう感じなんだね。割とそれで健康的な生活を送って11時には寝るっていう、うん、で起きるの7時ぐらいかな。6時半。あ6時半か。あまあそんなもんか。クソ健康やな、うん、健常者やん。まあ今更ではあるけど、まあ、パソコンまあ2週間ぐらいかな取り上げられててさ、反省とかはちゃんとやっぱしてんの？してる。してる？もう二度と家でエアガン撃たない？撃たない。エアガンとか好きなの？好き。あ好きな。エアガンハンドガンとかでしょ？ハンドガンと、うん。僕今欲しいのは AK。AK？ あ、結構ガッツリしたもん欲しいんだ。え、ちなみに撃ったやつはどんな銃だったの？ハンドガンのめっちゃ音出るやつ。あ電動？電動じゃない。あれだ、あちゃんとカチカチやるやつか。そう。あーもう怒るわな。ダメだよラーメン君。ラーメン君いつかサバゲーとかしよっか一緒に。うんやろうや。俺がいつかあれだよ北海道遊びに行くよ。そしたら一緒になんかエアがなんかやろうぜ、サバゲー場借りて。サバゲー場、サバゲーするぞ。結構なんか参加勢にも、他の参加勢にも俺サバゲー誘われてんだよね。それちょっと東京とかの話だから、なんか今度北海道行ったらできそう。下沢 MS トーマス呼ぶか。うんちょっととんでもないことなんだけど、そこにあれでしょ、ラーメン君オフ会するとき絶対お母さん呼ぶんでしょ。呼ぶよ。下沢 MS トーマスラーメンかっこお母さん付き。いやーなかなかすごい空気になってくるな面白くなりそうだ。お前敵いるよ、行く行こう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 。最近マジでラーメン君一緒にエピやってるから少しずつ上手くなってるからな。いるぞ。一応ポーター行くわ。あきついや、ポーターきつい、さすがにきつい、きついさすがにきつい。あいつ紫アーマーだ、危な。これ下がろうで、カバーするわ。来てる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 、結構うめえぞ。やばい、ジャンプある。来てる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 、ここまで下がろう。やばい、やばい、うわうわこいつマジか、やばい。移動が早かったな。いやこれパスファインダーで爪早かった行くべきじゃなかったか。まだ特訓必要やな、まあ、将来的にプレーターとか行こっか一緒に。ランクプレデターね、プレデターいけるよ多分。だけど小学生だから読み込み早そう、多分俺抜かされると思うわそのうち。抜かせる。頑張ってください。じゃあちょっと最後になるんですけど、パソコン帰ってきて最初にやったことって何ですか？パソコン帰ってきて最初にやったこと、うん、スポティファイでベートーベン聞いたスポティファイでベートーベン、そういう曲ハマってんの最近？運命って曲ベートーベンの？ベートーベンなってか、もうパソコン帰ってきて最初にやったことってなんか囚人が出所された時に最初にやったことみたいな。けどパソコン帰ってきた時に最初に連絡くれたよね俺に、 LINE でも Discord でも、うん、めっちゃ嬉しかったわ。明日パソコン帰ってくるよって連絡返ってきて、おマジかって連絡返したら、で次の日パソコン帰ってきた、 APEX しようみたいな感じで連絡取ってくれたのはめっちゃ嬉しかった。開けられないように気をつけて一緒にゲームしよう。はい、はい、というわけで今回はラーメン君と一緒にエイペックスシャナーを脱線してきました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。